回見てもいい眺め。ね。今日ツアーに参加して正解だったね。まずい、斜面に亀裂が。逃げて。うわぁ。なあなあ霊夢、今日はどんな話をしてくれるんだ？あら、マリサ。今日は1998年にニセコにある春の滝付近で発生した遭難事故の話をするわよ。春の滝は、北海道ニセコ町の火山であるニセコアンヌプリにあるの。おお、ニセコか。スキー場が有名な場所だよな。それで、春の滝ってどういう滝なんだ？滝という名前だけど、常に滝があるわけではないの。春の滝は、標高差250メートルにわたる垂直部分を含んだ平均斜度45度以上の岩壁のことで、春になり気温が上がってくると雪が溶け、その雪解け水が滝のように流れ落ちる場所であることから春の滝という名前がついてるそうよ。見ることができる期間が限られてることから、幻の滝なんて呼ばれることもあるみたい。幻の滝か。一度でいいから生で見てみたいもんだな。加えて、さっき話に出たニセコアンヌプリについても説明させてもらうと、標高は1308メートルで日本三百名山に選定されていて、ふもとにはニセコ東急グランヒラフというスキー場があるのよ。そして、今回の事故の舞台となっているのはこのスキー場と春の滝なの。ほう、スキー場が舞台ということは、今回の事故は雪山遭難なのかな？そういうことになるわね。ちなみに、さっきマリサはニセコはスキー場が有名な場所と言っていたけれど、ニセコアンヌプリのふもとには4つもスキー場があるの。そのスキーエリアはニセコユナイテッドなんていう名前で呼ばれているみたい。ニセコユナイテッド、なんかかっこいい名前だな。さらに、ニセコ東急グランヒラフの広さは国内で3番目らしく、雪質の良さも相まって国内外問わず多くのスキーヤーが訪れるそうよ。ニセコ東急グランヒラフは、今回話す事故があった当時はニセコ国際ヒラフスキー場という名前だったみたいだから。今からする話の中ではその昔の名前で呼ばせてもらうわね。了解だぜ。それで、春の滝で起きた遭難事故はどんなものだったんだ？1998年1月、かぐやとエイリンの二人は、それぞれニセコのペンションとホテルに住み込みでアルバイトをし、スノーボードを楽しんでいたの。そして、スノーシューも体験してみようということで、1月28日に開催されるスノーシュートレッキングツアーに参加することに。そのツアーのガイドを務めることになっていたのは、ニセコでガイド業務を行っていた降臨と高橋の二人。降臨は20年以上の登山経験があり、県山岳協会加盟団体の理事や、雪崩事故防止講習会の講師を務めたこともあったらしく。1994年頃から、冬期間はニセコでガイド業を行っていたそうよ。登山年数からすると、かなりのベテランだな。理事や講習会講師の経験があったということからもそれなりの実力を持っていたんだろうな。もう一人のガイドである高橋はどんな人だったんだ？高橋は1990年からニセコでのガイド業を開始し、それに伴い冬山登山も開始。1992年からは北海道に定住して、ガイド業務を続けていたみたい。降臨は山のベテランだし、高橋はニセコでのガイド経験が8年ほどあるということか。この二人がガイドしてくれるならツアーは安全そうだな。さて、そううまくいくかしら？え、何やら嫌な予感がするな。ツアーの前日である1月27日は、夕方頃から雪が降り始め翌日の朝まで降り続き、積雪量は50センチメートルを記録したそうよ。また、雪は数日前から断続的に降り続いていたので、それを合わせると1メートルほどの新雪が積もっていたと言われているわ。さすが北海道。すごい降雪量だな。これだけ新雪が積もるとスキーヤーやスノーボーダーは嬉しいだろうな。そしてスノーシュートレッキングツアーの開催日である1月28日。昨日から降り続いていた雪は朝には止んでおり、雪雲も薄くなっていたみたい。ツアーの集合時刻である午前10時。集合場所にガイドの高橋、降臨と、参加者のかぐや、エイリンが集まっていたのよ。ガイド二人に対して参加者二人か。かなり盤石な体制だな。当初、このツアーはキセヌプリまで行き、全行程3時間ほどでトレッキングするというもので、天候によっては、羊蹄山の麓にある半月湖でのトレッキングに変更する予定だったの。この日、キセヌプリにはガスがかかっていて視界が悪かったため、計画していた通りに、今日はキセヌプリではなく、半月湖でのトレッキングに変更しましょう。と参加者に提案したところ、半月湖か。私、もう行ったことあるんですよね。できれば、他の場所にしてもらえると嬉しいです。
かぐやは以前にスノーシューの無料講習会で半月湖を訪れたことがあったらしく、半月湖以外のコースを希望したそうよ。とすると、どこに行くんだ？まあ、遭難の起きた場所からして、あの場所へ行くんだろうけど。かぐやからの要望を受けて、今日のコースについて話し合うガイド二人。どうしましょうか。半月湖以外となると。仕方ない。春の滝、行くか。え？春の滝ですか？でもあそこは。高橋のこの驚きようからすると、春の滝へ行くことに何か問題でもあるのか？春の滝は、地元山岳関係者やスキー場関係者からなだれ危険区域と認識されている急斜面だった上、毎シーズンなだれが発生している場所だったの。そういえば最初の方で平均斜度45度以上って言ってたもんな。そりゃなだれも起きるだろうよ。でも、なんでそんな場所に行こうと思ったんだ？降臨はベテランだったし、春の滝でのなだれのリスクを考えなかったわけではないんだよな。それについては、確かに春の滝の上部だとなだれに巻き込まれるリスクがある。でも、かなり下部の沢の方であればそこになだれが到達した記録はないし問題ないはずだ。なだれは毎シーズン起きていたものの、沢筋に沿って流れるなだれはほとんどなく、最も大きな春先の前奏なだれであっても、流れる距離は500メートルほどだったみたい。なので、降臨は春の滝から500メートル以上離れた沢であれば問題はないと考えていたみたいよ。なるほどね。いろいろ考えた上での判断だったわけか。結局、高橋も春の滝下部の沢まで行くという案に同意し、目的地を半月湖から変更し、午前10時30分頃に4人で出発していったのよ。この後何事もなければいいと思うけど、霊夢が事故としてこの話をしてるってことは何も起きないわけがないんだよな。目的地である春の滝に向けて、ニセコ国際ヒラフスキー場ゲレンデから尾根の低い部分をトラバースし、春の滝から続く沢の末端に向かっていった4人。スノートレッキングを開始してからは、かぐやとエイリンは、はしゃいでかなり楽しんでいたみたい。そして、歩いているうちに雪雲は切れて、薄日が差し始め。さらに、あたりのガスも消え始め、展望が良くなったみたい。最高のスノートレッキング日和じゃないか。良い天気の中スノートレッキングするのは気持ちいいだろうな。4人はその後も歩き続け、11時40分頃、春の滝から続く沢が終わり平坦になっている場所に到着。この場所からニセコアンヌプリを見ると、雄大で凍った春の滝を見ることができて、反対側を見れば日本百名山である羊蹄山を見ることができたそうよ。片方には滝、もう一方には美しい山。なんとも贅沢な景色だな。その後、4人はこの絶景が見られる場所で休憩することにしたみたいね。休憩するってことは、この場所だったら雪崩に巻き込まれる危険性はないってことなんだよな。そう思っているところ悪いんだけど、ここでマリサを不安にさせるような追加情報を伝えてしまおうかしら。ん？何なんだ？4人が休憩していた場所は、確かに春の滝からは800メートルほど離れていて、ガイドたちは雪崩の危険性はないと判断したわけだけど、実はこの地点、スキー場が作成している安全対策のチラシの中では危険区域と書かれていたの。え？そのことをガイドたちは知らなかったのか？どうやら、知っていたようなの。じゃあなんでそんな危険な場所に？理由はいろいろあるんでしょうし、あくまでも私の推測なんだけど、休憩場所は春の滝から十分離れていて安全という固定観念が生まれてしまって、危険区域ではあるが問題ないと判断してしまったのかもね。なるほど。あとは、キセヌプリと半月湖以外にコースの候補がなくて、春の滝しか思いつかず行くしかなかった、なんていうのもありそうだ。もしそうだったなら、それはガイドとして問題がありそうだけどね。そして、11時50分頃、4人が飲み物を飲みながら春の滝を見上げていると。何回見てもいい眺め。ね、今日ツアーに参加して正解だったね。まずい、斜面に亀裂が。降臨は春の滝の東側斜面の雪面にクラックが入るのを目撃。次の瞬間、クラックはどんどんと西側まで広がっていき、雪崩が一気に沢に滑り落ちてきたの。逃げて。うわぁ。降臨はかぐやとエイリンに逃げるよう叫び、自分も逃げようとしたんだけど、すでに背後には高さ10メートルはあろうかという雪崩が迫ってきており、4人はそれに飲み込まれてしまったのよ。雪崩に気づいてから飲み込まれるまでにはわずか数秒しか猶予がなく、とても逃げることなどできなかったみたいね。でも、4人のいた場所まで雪崩は来ないはずじゃなかったのか？そこまで雪崩が来た記録がないって言ってたじゃないか。この時の雪崩の規模は、幅約100メートル、長さ約900メートル。これまで春の滝で起きた雪崩とは比べ物にならないほど大規模なものだったのよ。
そして、雪崩の滑り落ちてくる速度は時速 150km と推定されたそうよ。4人がいた場所は春の滝から800メートルの位置だったから、900メートルの雪崩には巻き込まれてしまったわけか。というか、時速 150km って速すぎるだろ。そんなの逃げ切れるわけがないよな。4人とも雪に埋もれてしまったものの、高橋だけは埋没が浅く、怪我もしていなかったため雪の中から這い出すことができたそうよ。高橋は幸運だったな。でもなんで一人だけ無事だったんだろう。雪崩に巻き込まれる前、高橋は3人から2メートルほど離れた位置にいたらしく、その位置の違いが明暗を分けたのかもしれないわね。そして、雪崩発生から10分経過した正午頃、雪から這い出た高橋の元に、たまたま近くで雪崩を目撃していた蓮を含む数人のスノーボーダーが来てくれたの。高橋は自分の持ち物が全て流されてしまったので、スノーボーダーたちから携帯電話を借り、自身が所属しているガイド業務団体に連絡。その連絡の後、高橋は自身が雪崩の前に立っていた位置と、雪から脱出した位置から捜索範囲を割り出し、スノーボーダーたちにその範囲を捜索してくれるよう協力を求めたの。この土壇場ですぐに捜索範囲を絞れるのはさすが経験豊富なガイドだな。しかし、捜索は難航。というのも、スノーボーダーたちはシャベルやビーコンは持っていたものの、プローブを持っていなかったの。ビーコン？プローブ？何やら聞き慣れないものが出てきたな。説明してもらってもいいか？ビーコンとは、雪崩により雪中に埋没した人の捜索のために用いられるトランシーバの一種よ。通常時は送信モードにしておき、遭難者を捜索するときは受信モードにすることで、埋没した人の位置を特定することができるの。そんなものがあるんだな。知らなかったぜ。で、プローブはどんなものなんだ？プローブとは、人が雪崩に埋まったときに雪に突き刺して埋没場所を特定するための棒のことよ。ゾンデと呼ばれることもあるみたい。数十センチの短めの棒がワイヤーなどで繋がっているので、使用しないときはコンパクトに、使用時は2メートル以上にできるそうよ。構造としては、折りたたみ式のテントポールに似てるって言えばわかりやすいかしらね。ああ、なるほど。イメージできたぞ。で、プローブを持っていなかったということは、探すにはシャベルで掘るしかなかったということか。あれ、でもビーコンを使えば埋まってる位置は絞れるはず。そうすればプローブがなくてもどうにかなりそうだけど。そうね。でもこの時は残念なことに、とある理由で連たちが持っていたビーコンは役に立たなかったの。とある理由？あ、もしかして。そう。そもそも高橋たち4人はビーコンを装備していなかったのよ。装備してなかった理由は不明だけど、春の滝から離れた位置ならば雪崩に遭うことなどないだろうと思い、置いてきちゃったのかもしれないわね。それなら、どうやって埋まっている3人を探すことにしたんだ？足元の雪に向かって大声で呼びかけ、その後雪面に耳を近づけて返事を聞く、ということをしていたみたい。でも、3人からの返事が聞こえることはなかったの。というのも、実は3人は雪面から2メートル以上の深さに埋まってしまっていたのよ。2メートル？それじゃ声も届かないわけだな。こうなると、救援が来るまでは手詰まりみたいだな。一方、高橋から救援の要請を受けた団体は、すぐにスタッフ数人を救助に向かわせ、さらにスタッフは現場に向かう間に、ニセコ国際ヒラフスキー場のスキーヤーやスノーボーダーにも救助を手伝ってくれるようお願いをしたそうよ。おお、これだったらかなりの人数が救助に来てくれそうだ。心強いな。雪崩の現場には続々と手伝ってくれるスキーヤー、スノーボーダーが集まってきて、最終的にその人数は総勢5、60人にも及んだらしいわ。そんなにたくさんの人が？これなら3人を見つけられるか？そして、12時40分頃、レンガプローブに手応えがあった場所を2メートルほど掘っていくと、かぐやを発見。彼女はまるでブリッジをするかのような体勢でうつ伏せになって埋まっていたそうよ。うわ、かなり苦しそうな体勢だったんだな。そして、かぐやが掘り出されるとその穴の真下に小さな穴が開いており、その穴の中からレンを覗き込む瞳が見えたそうよ。うわ、ちょっと怖いな。そこを掘り進めていくと、今度はエイリンを発見。二人とも外傷はなく、エイリンは意識があったものの、かぐやに関しては呼吸をしておらず意識不明だったの。レンとその仲間がかぐやに対して心肺蘇生法を施していると、救助のヘリがやってきてかぐやとエイリンを病院へ搬送していったそうよ。かぐやは意識不明となるとかなり危険な状態だな。助かるのだろうか。それから30分後。再びプローブに手応えがあった場所を掘っていくと、2メートルの深さで左手の親指が雪から飛び出しているのを発見したため、さらに掘り進めていくと、左腕を上に上げた状態で雪に埋まっている後輪を発見。
後輪は呼吸はしていたものの、意識が混濁していてまともに会話はできなかったらしいわ。後輪もヘリで搬送する予定だったのだけど、天候が悪化してしまい、ヘリが飛ばせない状況に。そのため、ニセコ国際ヒラフスキー場までスノーボートで2時間かけて運んでいき、そこで救急車に収容されたそうよ。後輪は病院に搬送されるまで時間がかかってしまったんだな。大丈夫かな。最終的に、エイリンと後輪は一命を取り留めたものの、かぐやは亡くなってしまったの。意識のあった二人は生還したけど、やっぱりかぐやは助からなかったか。そして、これは後の後輪の証言で分かったことなのだけど、彼は雪崩に巻き込まれた際、右手を口の周りに当ててわずかな空間を作ることで呼吸ができるようにしていたそうよ。とっさにその行動が取れるのはすごいな。考える時間なんてほとんどなかっただろうに。もし、この右手がなかったら後輪も帰らぬ人となっていたかもしれないわね。ちなみに、この後後輪と高橋の二人を被告とする裁判が起こされ、2年後の2000年3月に、後輪と高橋は業務上過失致死傷罪で禁錮8ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けたそうよ。判決の理由はどんなものだったんだ？簡単にまとめると、休憩場所は雪崩が起きる可能性の高い危険区域だと把握していて、数日間の降雪で多くの新雪が積もっていたことを知っていたにもかかわらず、危機管理を怠りかぐやを死亡させたから、ということみたいね。なるほどね。当たり前だけど、高橋も後輪も悪気があって春の滝に参加者二人を連れて行ったわけではなく、むしろ楽しんでもらいたいと思って連れて行ったんだろう。そして、雪崩さえ起きなければ何事もなくツアーを終えていたんだろうな。そうね。でも結果的に雪崩は発生したし、かぐやは亡くなってしまった。この事実がある限り、罪を問われてしまうわよね。だよな。スノートレッキング開始時は楽しくはしゃいでいた人が、数時間後には死亡なんて悲しすぎるぞ。久しぶりに雪崩の話だったけど、改めてその恐ろしさを理解した気がするぜ。そして最後に、この話に出てきた連に関して少しだけ続きのエピソードがあるから紹介させてもらうわね。連って最初に高橋を発見してくれたスノーボーダーたちの一員だったよな。どんなエピソードがあるって言うんだ？事故から数年後、ニュージーランドでの話になるんだけど、連はニュージーランドの友人と大勢の日本人クルーを連れて、ニュージーランドの山へ。目的はスノーボードで滑っている様子を撮るためだったみたい。そして、連がスノーボードでターンをし、カメラマンがそれを撮影していると。いいターンだね。昔ニセコに住んでいたからね。結構長い間住んでいたのかい？ああ、何年もいたよ。と会話が続いたそうなの。そのまま話は続いていき。じゃあ、数年前にニセコの春の滝で起きた雪崩事故は知ってるかい？とカメラマンが聞いてきたそうなの。おや、どうしたんだろう。もちろん、春の滝の雪崩事故の時は救助活動に参加して、女性二人と男性一人を救助したよ。するとカメラマンは、君が救助してくれたその男、それは僕なんだ。レン、あの時はありがとう。二人は抱き合い、後輪の目からは涙がこぼれ落ちたの。こんな感動的な再会があるもんなんだな。それ以降、二人は友人になって一緒にスノーボードへ行くこともあったそうよ。素敵な話だな。レンも後輪も仕事として雪山に行くことが多かったということが再会できた要因として大きいとは思うけど、それにしてもこんな再会の仕方をするなんて、案外、世界は狭いのかもしれないわね。今回の事故では、4人が雪崩に巻き込まれ、1人が死亡するという結果になってしまいました。事故の原因はガイドたちが危険区域で休憩したことですが、なぜあの場所で休憩したのかの真相はガイド本人に聞かなければわかりません。事故の真相を追い求めることも大切ですが、事故から学びを得ることも重要です。今回の事故の場合、雪崩に巻き込まれた時の対処法が参考になるのではないでしょうか。雪崩に巻き込まれてしまった場合、生還できるかはほぼ運頼みになると思いますが、高橋のように顔の前に手を当て、呼吸のスペースを作ることで生還できる可能性もあります。このような知識を使わないで済むのが一番良いですが、知っておくと何かの時にあなたの命を救ってくれるかもしれませんよ。最後に、あなたは、この事故について何か思うことはありますか？ぜひ、コメント欄で考えご意見を教えていただけると参考になります。ご視聴、ありがとうございました。